はい、皆さんこんにちは、ミサトオーストリッチファームのコニタンです。はい、ただいま農場内を散歩しております。たまにはね、気分転換も必要だということで、事務作業をしっぱなしだとね、いいアイディアも浮かんでこないのではないかということで、現在、散歩しております。皆さんもね、僕の散歩に付き合ってね、この動画楽しんでってください。やっほー。あ、踊り出してくれた。この子、人間に興味津々なのか、人を見かけるとよくね、真っ先に近づいてきてくれますね。不思議と。はい、こんにちは。この子、水をあげると、あれなんですよ。直飲みしてくれる優しい子なんですよ。比較的おとなしめの男の子ですね。はい。はい、牧場内には、そうですね、ひな鳥、親鳥合わせて200羽近く飼育しておりますので、そうですね、賑やかなもんですよ。まあ、ダチョウ鳴かないので、賑やかといっても、そんなに、あ、逃げちゃった。そんなに臆病だったっけ。はい。賑やかといっても、うるさいわけでもなく、牧場といっても、牛や豚のように、匂いを発することもなく、あまり匂いを出さないというか、優しいですね。遊びに来られる方々がよく言うのが、空気がきれいとかね、牧場なのに、動物がいるのに空気があまり汚れてないというか、匂いがしない。それがダチョウの良さでもあります。はいはいはい、ちょっとね、普段ここでこんな時間に人間が来ないので、ちょっと気になっちゃってる部分もありますね。あ、見てください、卵が落ちてますね。こんな感じで、そのパドックのどこに産むかはちょっとダチョウのその日の気分次第なんですけど、こんな感じで落ちている卵を僕たち飼育員がその都度朝と夕方の回収時に虫網で拾って回収する感じですね。今だとそうですね、孵化させる用の卵を取ってたりしますね。はい、どうもどうも。なんだろう、今日はカメラを向けるとみんな逃げていく。何かあるのかな。はい、この子自転車で横を並走すると走ってくれる。優しいのか、それとも我々を追いかけてるのか、よくわかんない子です。さあおいで、さあおいで、来るんだ。そう、こんな風にね、追いかけてきてくれますよ。優しい。こないだ、なんだろう、激に触れたのかやってましたけど。さて、このままどんどん行きましょう。さあ、こちらはヒナですね。ヒナ鳥の、なんだろう、楽園といった感じですかね。ひな鳥がまとめて飼育されている場所になります。ねえ、牛たちね、ちゃんとご飯食べるんだよ。はい、ひな鳥といってもこのでかさ、さすがダチョウよ。ひな鳥といえどこのでかさ、もう
ポニタンが175センチぐらい身長があるんですけど、それを優に越す、もうこれはもう2メートルありますね、確実に2メートル以上あるけれども、この子たちはヒナということで、ちょっと蜂が来た、怖い、すごいっすよね。はい、どんどん行こう。どんどん散歩しよう。はい、カメラが怖いのか、ヒナが逃げちゃってますね。いつもつなぎを着てるんですけど、今はつなぎを着てないからかな、いつも見慣れない人がいるって感じかな。あ、見てください、みんなこうやって集まって暖を取ってるんですかね。まあ今そんな寒くないですけど、集まってみんなで、なんでしょう、井戸端会議というか、のんびりお昼休みを過ごす感じですかね。はい、この子たちが今のところ一番若いヒナになります。ショーンどこ行った？あれ、ショーンいないな。あれ、お気に入りの子がいなくなっちゃった。まあ、いっか。はい。はい、大屋根に来ました。大屋根がメインエリアという感じですかね。飼育のメインエリアはここら辺です。ヒナ鳥が圧倒的な数を飼育してます。はい、についてきてくれるね。やっぱりでかいよ、ダチョウは。ヒナといえど。はい、どうも。どうした？みんな？どうした？どうした？そう、1羽がパニックになるとみんなパニックになるということで。この子大きいですよね。おとなしいんですけど。あ、そこでメスが座っている。何してんでしょう。卵でも産むのかな。なんか身重な感じですね。はい。今の季節、ダチョウは産卵期に入っているので、毎日、4個から5個ぐらいは卵をゲットできます。はい。もっとね、夏に近づいてくると、もっと卵の量もバンバン増えて、バケツ入りきらないぐらいの卵の量になったりします。はい、こんにちは。でかいね、君たちもね。はい。はいはいはい、どうもどうも。はい。あ、首かしげてかわいい。どうしたんだろう。大丈夫かな。なるほどね。この子ちょっと体調が悪いかもしれないですね。あ、また卵があった。32バドック。また卵ありましたよ。なんだなんだってオスが近づいてきた。はい、どうもどうも。はい。はい、どうも。優雅なお昼のひとときをね、邪魔しちゃいけないよ。ほんと。スタッフであることを、スタッフだから。ね、お客さんにちょっと怪しまれちゃうね。スタッフだということを、ちょっとね、そこをね、はいはい。ね。
とまあこんな感じでお散歩終了です。はい、チャンネル登録と高評価の方お願いします。拡散もよろしくお願いします。はい、ミサトオスイッチファームコニさんでした。またねー。